松尾清です。月曜日最後の1時間は松尾清のメロウな夜。この番組はメロウをキーワードにした大人のためのミュージックプログラム。僕の大好きな R&B を中心に豊かで芳醇で色っぽい、そんな大人のための音楽を1時間たっぷりとご紹介します。寝酒のお供にメロウな夜、どうかメロウな音楽の魔法に酔いしれてください。今夜最初にお届けするのは僕松尾清のプロデュース作品からです。ダブルでストレンジャー。したのはダブルでストレンジャーでした。これはダブルが2010年4月14日にリリースしたバラードベストアルバム、
バラードコレクションメロに収録されていた作品です。なぜこんな日付、そして長いアルバムタイトルまで細かく話すかと言いますと、この松尾清のメローの夜がスタートしたのは2010年の3月31日、その半月後、まさに、その同じ春に世に出た作品なんですね。しかもそのアルバムのタイトルがメローという、こういう偶然というのがあるんですね。当時よくいろんな人に聞かれたんですが、あ、松尾さん自分の番組始めるときにダブルのアルバムタイトル合わせましたね。そんな器用な技、そんな政治力はございませんよございませんよって言い方もないか、その時はただただその偶然を喜びまして、番組、スタート時にこの曲を何度かご紹介した記憶がございます。改めましてこんばんは、松尾清のメローな夜、レギュラープログラムメローな風任せで今週もお楽しみください。春の宵メローな風任せと参りましょう。では早速新曲新譜からご紹介したいと思います。1978年生まれの男性シンガータイリース、新譜が出るたびにこの番組では一応ご紹介してきたような、そんな印象がございます。先週番組でご紹介したジニュワインとね、一緒にユニットを組んでますね。もう一人タンクという異常部と3人で、TGT っていうユニットやってますけれども、もちろんソロ活動の方も堅調です。同じ西海岸 LA のスヌープドッグをフィーチャーしたこちらで、ちょっと原点回帰のような曲歌ってますね。聴いてください。タイトルがもうちょっと苦心するのもはばかれるぐらいですけども、聴いてください。タイリスフィーチャリングスヌープドッグでダムシット。Making I feel this way. I ain't even smooth for my bullshit. I do it right in her face. Feeling like I don't love her. I already gave her that ring. I hope you know, hope you know how much I really wanna change. And why would I wanna wake up in the morning without you by my side? And why do I gotta see you in tears just to make a nigga realize? Hey.Say no, I can't run from it. Baby, you're my favorite. But why you be asking me questions when you already know that? I've been doing dumb, 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 dumb shit. I've been doing dumb, 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 dumb shit. I've been doing 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 dumb shit. I keep doing dumb shit. You're the only one I love, butI swear I tried, no lie. But seems like I fail every time So I be with the cheating, always catch me creeping. Don't ask me why I do it, cause I ain't got a reason. All I know is I be doing dumb, I be doing dumb, 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 dumb shit. I be doing dumb.I'll be doing dumb shit. I'll be doing dumb shit. I keep doing dumb shit. You're the only one I love, but I'll be doing dumb shit.Oh no, big Snoop Dogg. Party all night and we like blowing the bomb. Soup game, Gucci, steak at the pump. Coochie, loochie, black tie, ring the galore. What it is, what it do, Snoopy Eagle Dub? Is there any way that you can get us in the club? Girl, I'm buzzing with cousins and a set of twins. Digging, dugging, shit, here I go again. It's certain motherfuckers that I run with that keep me on some Bobby Shmurda dumb shit. I'm creeping while you're sleeping, but you woke up. Speak up, spoke up, make a nigga choke up.
so right, so wrong, so what? If we break up, I'm the one that's broke up. Picking and choosing that little bitch with me. I woke up in the morning on TMC. Oh, wait. お届けしましたのはタイリースフィーチャリングスヌープドッグでダムシュでした、スヌープドッグフィーチャリングタイリースという表記で、彼らは2001年ですかね、Just a Baby Boy というヒットを飛ばしております、タイリースがベイビーボーイという映画に主演したんですよね。まあ彼のニックネームベイビーボーイだったんですけども、もう今78年生まれですから37歳になるのか今年。そうか、タイリースもアラフォーか。さすがにベイビーボーイと呼ぶ人はいませんね。曲の方は、彼がデビューを飾った90年代の R&B をちょっと思わせるような、ちょっとレイドバック、さっき僕限定回帰って言いましたけども、レイドバックした曲調でございます。エレクトリックシタールの音が印象的に いくつか散りばめられてましたね。あれを聞きますとどうしてもアトライブコールドクエストの、まあ、90年代の某曲が思い出されるわけですが、まあ、そういった仕掛けも本当目配りっていうんでしょうかね、そういったのももう抜かりがないという感じで、やっぱり作ってるもの自体は90年代、そして、0年代をくぐり抜けてきた男の余裕あるスローバックというか、余裕ある振り返りということで、単にこう解雇趣味ではないという気がいたします。かように 90s R&B の逆襲というのが続くわけなんですね。まあこの番組でもたびたびこの話題取り上げてますけれども、90年代にデビューしたシンガーっていうのはまあたくさんいるし、当時はやっぱり CD 史上花盛りで、今より、いわゆるメジャーデビューっていうのがしやすい時代でもあったんですが、実際そのなんて言うんでしょうね、後々ゴールデンエイジって言われるんじゃないかっていうぐらい才能がたくさん、世に出てきた、そんな時代でもありました。タイリースのデビューよりもちょっと早いんですけども、ケニー・ラティモアというシンガーがいましたね。ウィークエンドという曲が何と言っても忘れがたいのですけれども、この番組で、一月前ですかね、ご紹介したラブミーバックという曲で、未だに美声健在というところを見せております。シャンテムーアというやはり美声かつ未明麗しい女性シンガーと結婚していた時期を経て、今またソロ活動に専念しているケニー・ラティモアなんですが、アルバムが一回こうお蔵入りになりかけたんですけども、ちょっとこう収録曲をいくつか変えましてね、タイトルも一新して Anatomy of a Love Song というタイトルで、リリースされます。ケニー・ラティモアで、ではその最新作から一曲ご紹介しましょう。前回ご紹介したラブミーバックと、まあ、雰囲気はあまり変わりませんね。レトロソウル調といいますか、レトロな度合いはラブミーバックよりさらに強いのかもしれませんけれども、まあ、その歌声の輝きというのも増しているように思います。ケニー・ラティモア You Have My Heart。So natural, there's no need.
keep holding back. Oh no, no. You and I both know we're the perfect match. Yeah. Give in completely, girl. Stop holding up our love. Step out on faith as you got. Oh. But as long as the sun keeps shining, baby, it'll be that way. Don't you ever. Every little thing you do got me feeling some type of way.
2曲続けてお楽しみいただきました。ケニー・ラティマーで You Have My Heart、そしてセブンストリーターという女性シンガー、クリス・ブラウンをフィーチャーしております It Won't Stop、2曲続けてお楽しみいただきました。クリス・ブラウンはもう本当もう毎週かけてますね、本人の作品そしてフィーチャリングもの。もういっそのこと今週のクリス・ブラウンっていうコーナー作っちゃおうかっていう、もう本当僕思うんですよね。一体この人どんだけスタジオ入ってんだろうと、まあ、人を見かけで判断しちゃいけないけど、まあショービジネスなんで見かけで判断しますけど、結構遊んでるっぽいんですけどね仕事早いんだろうなと思いますクリス・ブラウン。はい。でこのセブンストリーターとのデュエット、これ実は去年の今頃の時期の作品なんですね。It Won't Stop。 ちょっとご紹介遅れましたけれども、最近になりましてやはりセブンストリーターとのデュエットという形で Don't Kill the Fun、 Don't Kill the Fun という曲をリリースしました。今バックに流れております、ちょっとこのご機嫌なナンバーなんですけども、ちょっとこのメロネルの色的にはと思いましてね、いい曲なんですけどね、まあ、ちょっとそういえば前の曲の方がよっぽどメロだなぁなんて思って、まあ、ご紹介するチャンスも逃してたので引っ張り出しました。 It Won't Stop、 セブンストリーター。このセブンストリーターの歌い方っていうのはまあジェネアイコとかミラジェイとかと同じで、すごく今の時代の音作りに合ってますよね。アンビエントなトラックに映える曲です。で、ただ漂うだけのようなものではなく、ちゃんとこう躍動感もあるという時代の声ですね、まあ、クリス・ブラウンがそういう人ですからね。しかしクリス・ブラウンという人の歌声は割とどんな人の声にも神話するなという、本当以前にも一度お話したかもしれませんけれども、まあ一昔前のアルケリーがそうであったようにラッパーのようなスタンスで、シンガーでありながらいろんな人とまあコラボレーションができるという、もうこの R&B というコラボ前提、コラボ上等っていうね、この世界において本当資質が高いですね。で、そんな器用な人をご紹介した後に、やっぱり90年代からね、不器用ですからって言い続けてきたジョデシーなんですけども、ジョデシー復活したって大騒ぎしましたけど、アルバムの曲が大体出揃ってまいりまして、その中でメロヨルでねもう一曲ご紹介するには何がいいかななんて聞いたんですけどね、僕ちょっと聞き込みが足りないのか今一つまだピンときてないんですよね。あれもうちょっとメロな曲多かったらよかったななんていう気持ちも正直あったりするんですが、まあ、歌声は最高ですけどね。今バックで流れております Checking for You っていう曲なんかも、まあ、ジョデシー節としか言いようがないんですが、これをご紹介するんだったら、ジョデシーよりさらに先輩格にあたる兄弟グループをご紹介しようかなということで今日ご用意いたしましたのが、スリーワイナンズブラザーズでございます。ワイナンズという名前で、まあデトロイトのゴスペルシーンを代表する存在としてもう何十年も活動を続けてきましたワイナンズファミリーなんですが、本体のザ・ワイナンズ、そして BB&CC ワイナンズというデュオ、あとはダニエル・ワイナンズ、まあお父さんのポップ・ワイナンズ、フェイズ2っていうね、まあ子供たちのユニットだとかもいろんな、グループがいるんです。ビッキー・ワイナンズっていうね、奥様もいましたけど、そのメンバーもねやっぱり亡くなった方も出てきたりして、で、ワイナンズが今ちょっとフォーメーションを変えて、ワイナンズファミリーの中でも、特に強力な3人が今一つの新しいユニットを作っております。それが3ワイナンズブラザーズ。もうこうなってくるともうネーミングだけで一苦労って感じですね。でメンバーはワイナンズファミリーのもう総統でございますね、マービン・ワイナンズ、そして、曲書きの才能で言えば一番かな、カービン・ワイナンズ、そして、まあ、一番名前が売れているであろう BB ・ワイナンズもここに参加しておりますね。マービン・ワイナンズ、カービン・ワイナンズ、 BB ・ワイナンズによる3ワイナンズブラザーズ、昨年の秋にリリースしたアルバム Falling Land の中から極上のこちらご用意しました。聞いてください。3ワイナンズブラザーズで
Please Don't Go。獲得した、グラミーの数いくつになるんでしょうね。あとまあステラーアワードっていう、ゴスペルシーンにおける最高の栄誉とされている賞も、もう本当常連も常連ですね。もうわかりやすく言うとアカデミー賞におけるメリルストリープのような存在なんですよ。ゴスペルシーンにおけるこのアワードのワイナンドファミリーっていうのはね、もうちょっとこの世界に明るくない方には耳慣れない名前かもしれませんけども、これを機会に覚えていただければと思います。スリーワイナンズブラザーズで Please Don't Go でした。続いては今なら間に合うスタンダードのコーナーです。2010年3月31日に始まった松尾清のメローな夜。この番組はメローをキーワードにして、僕の大好きな R&B を中心に大人のための音楽をお届けしています。さて、R&B の世界でもジャズやロックと同じようにスタンダードと呼び得る時代を超えて歌い継がれてきた名曲は少なくありません。そこでこのコーナーでは R&B がソウルミュージックと呼ばれていた時代から現在に至るまでのタイムレスな名曲を厳選し、様々なバージョンを聴き比べながらスタンダードナンバーが形成された過程を僕がわかりやすくご説明します。第6回目となる今回はロックバンドトトが1978年に発表した名曲ジョージー・ポージーについて探ってみます。これは今ロックバンドっていうふうにあえて言いましたけれども、まあこの間のキャロル・キングじゃないですけれども、こ
れはこんなにブラックコミュニティに愛された白人作家の曲ってのはないですね。デイビッド・ペイチというキーボードプレイヤーが作って、そしてそこにはマザーグースからの引用ですね。ジョージ・ポージーというタイトルはね、実際曲の中にその引用がございます。歌の中に歌があるという意味において、八代亜紀さんの船歌みたいなもんですね。団長音が入ってるっていう、かえって話分かりにくくなってますか。曲聴いてみましょうか。参りましょう。トトフィーチャリングシェリル・リンでジョージ・ポージー、こちらオリジナルです。そして99年の R&B シーンにおいてこの曲の名声を決定的にいたしましたエリック・ベネーのバージョンもお届けしましょう。こちらはフィーチャリングフェイス・エヴァンス、ジョージ・ポージー。
situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. の今なる前にあるスタンダード、今夜ご紹介しておりますのはトトが1978年に発表した名曲ジョージーポージーです。これはトトのファーストアルバムに収録されていたんですね。トトのメンバーたちがバックアップしていた、女性ソウルシンガーって言い方しましょうか、シェリル・リンをフィーチャーしております。1978年のリリースなんですけれども、79年に、まあ、ブラックコミュニティにもその人気が波及しまして、79年の夏に R&B チャートで18位を記録してますね。これはちょっとした快挙でしたね。まあ、もちろんシェリル・リンの人気もありました。ガット・ビー・リアルとかそういったものと時代前後しますけど、まあ、同時期の曲なんでね、彼女の声が当時の時代の声であったというのがあるにせよ、まあ、ポップチャートで48位の曲がブラックチャート、当時ブラックチャートって言い方もしましたけど、これ18位というのは結構なものですね、時代背景を考えますとね。で、そのトトの曲が、チャートインしてからちょうど20年後になっております。99年にリリースされたエリック・ベネとフェイス・エヴァンスのカバー、これはエリックの A Day in the Life っていう彼のセカンドアルバムに入ってましたけど、R&B チャートでは15位というオリジナルを上回るヒット、これもしかしたら最大のリスペクトと言ってもいいかもしれませんね。で、ポップチャートでも55位という、まあ、エリックにとってはね、知名度を飛躍的に高めるきっかけになりましたし、
フェイス・エヴァンスがね、やはり20年前のシェリルがそうであったように、フェイス・エヴァンスはやっぱ時の声でしたから、時代の歌声でしたから、この曲が新しく感じられたという、そういった事情もありました。でこのジョージ・ポージーが生み出された背景なんですけれども、先ほどロックバンドとご紹介しましたトトで、今でも活動してますよ、まあ、メンバーを何人か失いながらね、ボーカル兄弟を失いながらも最近も新譜を出したばかりですが、 LA の凄腕ミュージシャン軍団だったっていうのは、まあこれ僕らぐらいの世代の洋楽ファンには常識かもしれませんね。もともとボズ・スキャッグスのセッションの時に土台となる形ができたなんてよく言われますけれども、もちろんその時のセッションのローダウンですとか、そういった曲も本当名曲あまたありますけれども、じゃあそのね、セッションマンがじゃあ自分たちでグループ作ればヒットするかっていう時によく言われるのが、でもあの人たち花がないでしょなんてことをね、言われがちだし、当時もそういうことを揶揄もされたのですが、この人たちはちゃんとスターになったんですね。スーパーバンドとして現在に至る活躍を展開しております。でこのジョージ・ポージーを書いたキーボーディストのデイビッド・ペイチなんですけれども、まあ僕がデイビッド・ペイチのことを意識し始めた頃もデイビッド・ペイチおじさんって思ってたんですけど、ちょっとこう愛嬌のある大きめな体で、そうですね、僕が高校生ぐらいの時は彼がリードボーカルを取るコリアンナって曲がヒットしましたね。これはそれよりもちょっと前の曲です。まあファーストライブに収められているというわけ でギターを弾いておりますスティーブ・ルカサーがボーカルを取っている。でスティーブ・ルカサーっていうのは、まあ、ギタリストとしては本当に凄腕で有名な方です。クインシー・ジョーンズの一時はファーストコールギタリストでした。マイケル・ジャクソン あの3部作にも、その名を見ることができる、そんなスティーブ・ルカサーなんですが、ボーカルも器用なんですよね。確か当時河合直子さんともデュエットしてましたね。いや本当多芸な集団だったんですね、トトっていうのはね。ですが、まあ、うまくありますけれども、そのソウルフルに熱唱するっていうタイプではないので、まあ、そのあたりが逆にこの曲の、その熱いシェリル・リンのボーカルとの好対照で、良かったなと。肌の色ですとか、人種を問わずヒットしたのは、そういう結果としてなんかゾーンが広くなったのかなと思って。歌心はあるけど歌いすぎないっていうことの高揚も教えてくれるような気がしますね、この曲におけるスティーブ・ルカサーのボーカルっていうのはね。でこの曲の歌詞なんですが、これはねなんかまあ一人の女の人を好きになってしまって、まあけどちょっといつもさっきも行かなくなった時に自分自身をこう何て言うんでしょうね、問い詰めるようなそういう歌詞の内容なんですよ。僕が好きなのはもう君だけとか、君を愛せるのは俺だけとかっていう風にこう最初に決めつけなきゃよかったと、それを思い込んでしまったから今のこの苦しみが始まっているんだっていう、これね本当2015年の今聞いても非常に現代性を失わない、普遍的な心情を歌った歌詞だと思います。で面白いのはやっぱりマザーグースのジョージ・ポージーっての引用してるとこですよね。ジョージ・ポージー・メイク・テム・クライっていうところはね、ジョージ・ポージーと呼ばれるちょっとフラチな男の人が描かれてるんですよね。僕もちょっと不勉強さらすようで恥ずかしいんですけど、まさかさほど詳しくないんですが、そのなんて言うんだろうな、ちょっとこう愚意に飛んだ子供向けのお話っていうのがこのアーバンなサウンドに織り込まれることのこの落差によって生まれる面白みっていうのかな、それはこの曲の懐を深くしてますよね。やっぱこの曲はもうエリック・ベネット、フェイス・エヴァンスが歌ったということもありますけども、まあ、それと前後してね、まあ、いろんな人たちがカバーしてるんですよ。でヒップホップシーンの中でね、MC ライトっていう女性ラッパーが
クワジョージーっていう曲やったりですとか、ギャングスターっていうねラップデュオの MC の方ですね、グールーのソロ名義でもね、ソウルトゥーソウルのキャロン・ウィーラーをフィーチャーして、Kiss the World っていう曲の一節を取って韓国脱退したラップバージョンを作り上げてますけれども、なんていうの、曲としての汎用性が高いんですよね。あのリズムも面白いし、曲もそうですね、きちっと作られてるって感じですね。すごくやっぱり鍵盤奏者が作った曲っていう感じはあるんですよ。端正な佇まいのメロディーなんですけれども、まあ、それゆえにさほど歌力がない人が歌ってもまあちゃんとした形になるし、熱い歌い方でこれ歌い崩しても多少のことでは曲の中心線がブレることがないという強みがありますね。ではここで、僕にとっての決定的なバージョンをご紹介したいと思います。トトのアルバムが出てほぼ同時期にというか、まあそれをヒットしてるのを横目で見ながらもうチャッチャッチャッと作っちゃったというやっつけ仕事の割にはいいじゃんというものをご紹介しましょう。チャームという覆面ユニットでございます。これ実体ございません。セッションミュージシャン集団です。ニューヨークのセッションミュージシャン集団が、西海岸のスーパーミュージシャンたちが作り上げたトトをニューヨークの連中が面白がって、取り込んで、そしてもうここでシェリル・リーンやるんだったらこっちはこの男を用意しましょうって言って、当時 CM のジングルなんかで売れっ子だったルーサー・バンドルスがなんとクレジットなしで参加しております。まあ今となってはあの特徴的な声ですから、ルーサーの歌声ってすぐ分かっちゃうわけなんですけども、当時は名前を明かさずに歌った曲です。聴いてください。1979年、チャームフィーチャリングルーサー・バンドルス、ジョージ・ポージSituation. I just need contemplation over you. Yeah. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love, baby. I'm the only one that holds you. I really never should have told you. You're my only one. Wrong for me to own you, lock and keep.
無名時代のルーサーバンドルスをフィーチャーしていましたシャン・ジョージ・ポジ、1979年の作品でした。この当時ルーサーバンドルスは、ルーサーというちょっと商業的にはヒットに近づけなかったそんなグループのリーダーでした。でコテリオンというレベルと契約だったもんですから、これはもう本当にバイトです。まあバイトができたのも本体が売れてなかったからっていう、ちょっと悲しい現実があったりするわけなんですけど、僕がルーサーにインタビューした時にこの話をしたんですね。そしたら、あ、こんなのあったっけぐらいの感じでしたよ。確か300ドルだか500ドルだかで、日本の音楽業界でいうと取っ払いっていうんですかね、現金払いで済ませた仕事で、スタジオに入ってふむふむって聞いて、さーっとこう、まあおそらくは2、3回歌って、で帰り電車で帰ってくっていう感じだったと思いますね。それが30年以上経って今こうやって我々ありがたがって聴いてるわけですからね。まあ、名曲っていうのは生まれる時には生まれるんですね。面白いのはルーサー・バンドルスがこの3年後にはシェリル・リンのプロデューサーになってることです。そしてルーサーとシェリルが82年にはデュエットして R&B チャートのトップ10に入ります。マービン・ゲイとタミー・テル、 If This World Were Mine という曲をデュエットするわけですね。その時にはもう2人とも本格的なソウルシンガーとしての佇まいを身につけているわけで、ほんの 3,4 年前のこのバイトなんかなかったことの、本当にだから人の人生なんて数年でパッと変わるんですね。実力があればねという話ですけれども、この番組松尾清のメロウの夜は皆様からのご要望ご感想もお待ちしています。パソコンから NHK のホームページへアクセスしてください。ホームページのアドレスは www.nhk.or.jp/mellow/ です。さて、楽しい時間ほど早く過ぎてしまうもの。今週もそろそろお別れの時が迫ってきました。ということで、今週のザ・ナイトキャップ寝酒ソング。今夜はマーカス・ジョンソンの Me, Myself and I。です。もちろんビヨンセのカバーです。これからお休みになるあなた、どうかメロウな夢を見てくださいね。まだまだお仕事が続くという方、この番組が応援しているのはあなたです。次回は来週4月20日月曜夜11時にお会いしましょう。お相手は僕松尾清でした。それではおやすみなさい。